かけるカビ院は、明治時代、将棋が性病に罹患しているか否かを検査し、罹患していれば、これを治療した病院である。幕末、横浜滞在中のイギリス人医師、GB ニュートンは、横浜に寄港するイギリス人のうち、上陸して将棋に接した者のほとんどが、性病に感染するのを見て、将棋に対する喧嘩日及びかけるカビが必要であると、考え、この胸を、 江戸幕府に権限した。幕府側では、このようなことは、日本古来の風習に照らして女子に対する、はなはだしい侮辱であるとして、物議を醸したが、イギリスでは、娼婦の性病検査はすでに実施されていたために、これを採用し、1867年9月、横浜に、かけるかビーンが設置された。ついで神戸、長崎にも設置された。 かけるカビンという名称は、後に、遊郭の所在地名を冠して、病院と解消された例が多い。当時は、外国人への伝染を予防するのが目的であったので、一定の制度のもとに行われたものではなかった。しかしその効果は小さくなく、喧嘩日の重要性が認められた。その後、大阪では、オランダ軍医、ボードウィンが、患者の多くは、梅毒性疾病であることを指摘し、 日本人の間でこれほどまでに梅毒が蔓延しているのは、将棋のかけるカビが行われていないからであるとして、将棋喧カビ法の実施を権限した。京都では、医師の赤氏広志高が、祇音の一力老手である杉浦自在門を解き、明治3年7月に、祇音行動に、療病館という病院を建て、喧カビ、かけるカビを行った。これら各地における設置に促され、 明治政府は1876年4月全国の有格所在地にかけるカビンを設置し、ここに日本で初めて喧嘩日制度ができた。ありがとうございます。